はい、今お話したあの絵画に加えてですね、えー、我々が好きな音楽音楽のこういう完成データベースも作れないかなと思いましてこれはあのフィンランドのユバスキラ大学タンペレ工科大学と一緒にあのミュージックのデータベースも研究しましたこれはあのうちの研究メンバーのウラクさんと一緒に行ったものですけれども、まあ、これ完成音楽音楽,音楽は 絵画よりも扱いが難しい、すなわち時系列的な印象の変化ってありまして、これは非常に高度な印象変化を表現するメディアであるので、最初のパートがハピーでカームで、最後にベリ,ベリーハピーだっていう、こういうような印象変化があります。これも個人差も,もちろんあるわけですがこれをどうやって計量できるかなっていうふうに考えるとですね。 これやはりナレッジベース、何かあのいいナレッジベースが必要なわけですね。それで我々が利用したのは、このケイト・ヘブナーさんが1935年、まあ、非常に古い研究ですけど、音楽心理学の研究がありまして、これを最初に対象として実験をしてみました。まあ、例えば、ケイト・ヘブナーは音楽の完成キーワードこういうふうに60 60数種のこういう基本的な完成キーワードが音楽の世界では存在しているっていう、まあ、これもある意味の平世界ですね。この平世界、これらの形容詞に対象としまして、8,、v、8ジャンルに形容詞を分けまして、C1 から C8 まで。まあ、例えば、この C6 はハッピーなんですけれども、えー、対面には、この反対側には180度、対面には。 反対の感性の単語がアサインされています。それで、このケイト・ヘブナーの貢献はこ,このマトリックスですね。やはりマトリックスは非常に重要で、ケイト・ヘブナーはこの C1 から C8 までの形容詞の世界と音楽の6要素、キー・テン・ピッチ、キー・テンピッチリズム・ハーモニー・メロディーの関係性をこのようにえ実験的に解明しまして、まあ、例えばハッピー、 ハピーっていうのは水力、まあ、蝶々が強くて速いテンポで、それでピッチが高くて流動性がこの,このようにありましてな、ハーモニーが単純であるっていう、メロディーとは相関がないっていう、まあ、こういうようなあの解析結果をナレッジベースとして形成しました、まあ。このようなナレッジベースを形成した後で、これを我々がセマンティックコンピューティング、意味計算するにはどうしたらいいかなって。 思いまして、まあ、例えば音楽をこのケイト・ヘブナーの6要素で表現できれば先ほどの色の世界と同じようにですね自動的にこの6要素を解明できればこの音楽自身が6次元の空間として表現できますのですでに形容詞はケイト・ヘブナーによって6次元の空間にマッピングされているので先ほどのアナロジー東京・シドニーの距離を測るのと同じようにこの音楽と 形容詞の関こういう発想で、こういう計算を行ってみますと、例えばこの曲は C5 っていうカテゴリー、グレースフルっていうカテゴリーに相関が強いということがわかります。まあ、こういう、このように、しかしながらこの音楽をですね、このケイト・ヘブナーの6要素に転換するのはなかなか難しくて、まあ、これはあの、MIDI デ,データなどを対象にしてですね、音楽を分析して、 やってみました、まあ、そうしますとこのように音楽のさまざまな音楽がこの各形容詞に対してどういうふうに時系列的に変化するっていうことを一応計量できるようになりまして、まあ、このように作りました。まあ、例えば「モデスト」っていう概念についてこの時系列でこの楽曲がどういう相関を持ってるかっていうこういう波をいわゆる感性の波を音楽に対して作ることができまして音楽を可視化一応できるようになります。 まあこれをさらに発展させてですねまあこのメインメ,メディアとサンメディア例えばえっ、ー、と音楽を聴きながらその音楽に合ったあの絵を見たいとかそういうような異分野のデータメディアデータに対してですねまあこういうどうやってつなぐといいかなっていうのを考えた場合に今お話ししたような基本的な心理学的なナレッジを使いまして例えば音楽の入力があると音楽を言葉の世界に一旦 変換します,こ,れヘブナーです、ね、このヘイトヘブナーの言葉の世界に変換しまして先ほどの画像と言葉の世界が計量できるこういう空間があったとすると、まあ、この言葉の世界で音楽と画像をつなぐことができる、まあ、そうしますとあの人間がこの言葉の世界で音楽と画像へあのシーンとかですねこれをつないでるかどうかよく分かっていないんですけれども、まあ、仮説としましてこういう感性の世界で連結できれば まあ例えば音楽を流しながらその音楽の雰囲気に印象に合ったい感性に合った画像をこうやって連動させることができるのではないかっていう、まあ、これ可能性を示しているものですが、まあ、これはあの例として例えばビートルズの曲を聴きながら花の絵を見るっていう、まあ、この各曲に相関の高い絵を見ながら ビートルズの曲を聴くとかですね、まあ、こういう世界が原理的には可能なんですが、人間がこ,のこれをどうやってやってるかはまだ本当によく分かっていません <laughs> え。さらにですね、こういう時空間とマルティメディア、さらに異分野の連携という意味で、この 5D ワールドマップシステムという我々は作ってきまして、これはこの5次元というのはどういう意味かというと、前半でお話した物理空間の地理スペースですね。 いわゆるジオグラフィカルな空間とテンポラーな空間、これ4次元目ですえ。さらに人間の脳の空間、今、今日お話ししたような色の空間ですとか音楽の空間、え先ほど130次元ありましたこれをあの人間の脳の空間と物理空間を次元という概念で連動させるっていう、こういう構想で作ったの、この 5G ワールドマップって言ってましてえ、スペースとテンポラー、さらにこの最後の 5次元目はセマンティックスペースと言ってましてバックグラウンドには多次元の色空間ですとか概念の空間というのを掲載します。これあの現在こういうメンバーで研究ずっとしてきまして、まあ、直感的なアイデアはこういうもので世界地図がありまして、まあ、主な対象は環境分野なんですけれども時系列的に環境はどんどん変化していましてこのヒストリーと ジオグラフィーを連動させるっていう、こういう発想です。まあ、例えば、その概念図はこのようなもので、一つの事象が発生しますと、それを我々は場所と時間を瞬時に覚えることができます。例えば、森林火災が起こりますと、森林火災の場所と時間はパッと記憶できまして、人間は。えさらにその森林火災の色ですね、様子、その風景色というか、その森林火災の 現象の色色火事ですから、えー、さらにその意味をですね森林火山の意味というのを我々は瞬時に記憶するわけでこの人間が非常に多くのパラメータを対象に瞬時で記憶できるメカニズムっていうのをまだ我々コンピューターサ,サイエンスは実現していないわけで、まあ、これちょっと近づくことができるような研究をしたいなっていうのはこの研究の目的です。まあ、すなわちある事象ががフェノメナ,フェノメナが フェノメノンが発生するとこの現象が発生すると瞬時にこの多次元空間をもし我々が持っていれば瞬間に記憶,記憶できますね。まあ、これはあの人間の脳のメカニズムに近いんじゃないかなと思っていまして、まあ、これをあのこういう先ほどのお話ししましたような国際的なコラボレーションを によってて今進めています例えばこういう森林火災の画像が来ますと我々はこれ目,目から見た時にこれ森林火災だってすぐわかりまして人間はこれに対していろいろ記憶想起をするわけですね 5D ではこれを例えば先ほどの130次元の画像空間から記憶想起をしまして、まあ、色が近いこういう現象を思い出しましてそれを最終的に 地理上に写像する、まあ、そうすると、いわゆる入力は色の空間でありますけれども、出力はこういうジオグラフィカルな空間として物理空間に写像する。まあ、人間はこのようにですね次元をコントロールしながら記憶系を作っているということ、こういう仮説のもとに形成したシステムです。えー、さらに、まあ、特定の場所についての記憶想起っというのを我々やるわけでありますし、このような時にですね、この場所の ヒストリーについて記憶想起すすることもあります人間はこの入力に対してその場この場所で時間時系列的にどういう変化が起こったか、まあ、こういうことを記憶想起することもありまして人間の,あの脳のこのダイナミックスは非常に優れていまして、まあ、こういうデータベースの研究をすると人間がいかにすごいか人間の脳がいかにすごいかっていうのはどあのより深く分かってくる。 こういう感じです。まあ、例えばオー,ルスオーストラリアに着眼したときは、これは固有名詞として扱って、このように記憶装置を我々はすることができます。これはあの地震のセンサー、センサー系と 5D を組み合わせるという研究も実現可能です。え最近これをですね、UNSCAP といバンコクにこのヘッドコーターあるんですけど、国連の SCAP というチームと、このプラスチックガーベージの このリダクションのプロジェクトなんですけど、これに適用するっていう、こういう試みを行っています、まあこれ。例えばこういう状況ですね。これをいかに 5D のようなものを使って貢献できるかっていうのを考えていまして、これ今、うちのサイトが UNSCAP の SDGs のサイトの中にリファーされています。まあ、この先ほど今日お話した SPA のアーキテクチャをプラスティックガーベージに適用する。 まあその時にどういうセンシングが大事かっていうのをまず検討しまして、まあ、このセンシングとこの 5D の記憶系、さらにアクチュエーター、これをどう連動させるかこれがあの我々設計のポイントなんですね。えー、それ例えば最初にコーラルに、サンゴに着目しまして、このサンゴ礁、サンゴの健康状態をベースにして水質をチェックするっていうようなこういうコロメを最初やっています。まあ、これは単純な画像、 イメージリチューバルでコーラルからジ,ジオコードを出してそれからその、えー、地理的な状況をビジュアライズするっていうものです。これもコーラルですね。このようにいろいろできまして、まあ、さらにこれはちょっと記憶想記系になりますが我々はこう,いうこういうようなプラスティックガーベージの状況を 場所から思い出すこともありますし、こういう画像から場所を思い出すこともある、双方向で、えー、この状況から場所を思い出すこともありますし、場所からこの状況を思い出すこともある、この人間の優れたこのダイナミックス、いわゆるディメンョダイメンショナルなダイナミックスをどう実現するかというのが大きなポイントです。それでこれは水質に関しては、さまざまなウォータークオリティのパラメーターというのがありまして、これも実際に 画像だけでなくてですね場所時間だけでなくてこういうウォーターコーリティについてのパラメーターも5次元の五次元目のパラメーターとして表現できるようになっています、まあ、これは川でタイのチャオプレーっていう川でやった実験です、まあ、これはあのドローンなどを使いまして移動体のセンサーとしてその状況を把握するために実現したものです、えー、このようにこれ最後まとめなんですけれども今日のお話 まあこれはあの私がデータ物質的なあの視点からですね我々ホモ・サピエンスのアドバンテージをまとめたものなんですけれどもいわゆるホモ・サピエンス我々の種ですね人類の我々の種がなぜ現在までこの地球上で生き残ってまあ大きなあの繁栄を遂げているかとこのつ4つあるかなと思いましてまず最初に他の 首都の比較において植物の食物の獲得と水の獲得、これがあの非常に優れています。そしてエネルギーの獲得ももちろん、これはあの火を起こしたところから始まりまして、現代までエネルギーの獲得について非常に優れています。えー、3つ目から我々の研究に非常に関係あるんですけど、コミュニティ形成能力が高いです、ね、いわゆる、まあ、直感的に言いますと、チンパンジーがどの辺までできるかよく。あの 存じていませんけれども、人間は少なくとも他人と一緒に仕事ができるんです。我々、我々の詩は。いわゆるコミュニティ形成力が非常に優れていまして、この,あのデータベース研究においてもコミュニティの形成というのはとっても大事だと思います。これはいかにこのコミュニティを形成して自分の研究を発展、展開していくかっていうことが、まずこれ我々の持っているアドバンテージの一つなんですね。それから四つ目はもうこれはあのデータベース研究のいわゆるエッセンスだと思いますが、 いわゆる世代を超えて地域を超えてよく生きる術を人間は伝えることができたわけです。ホモ・サピエンスは世代を超えて自分の子孫にどうやってあの暮,ら暮らせばサバイブできるのかとか、また地域を超えて、まあ、それは文字の展開ですとかいわゆる壁画を描いたりですね、まあ、ナレッジを伝播する能力が非常に高けていまして、まあ、このナレッジプロパゲーションの能力。 これが現代社会でどういうふうにやるべきかというのをこれ追求するのが我々の大きなミッションだと思います。まあ、データベース研究、データマイニングの研究、まあ、AI も含めて、まあナレッジをあの、よりよく生きるためのナレッジをプロパゲートするというのは我々の大きな使命でありまして、これはあのデータベースを研究されている皆さんとこれからまたあのディスカッションしたいなと思います。それでこれらについてです、ね、語っている非常に優れた本がありまして、コラプス a p というジャレット・ダイアモン。 これあの有名な本なので読んだ方多いと思いますけど日本語でも文明崩壊っていうのでベストセラーになっています。国際、あの世界中でよく読まれている本ですね。ジャレット・ダイヤモンドが指摘しているこの5つの大きなイッシュがありまして、まあこれ環境とか衝突とかですね、文化的、文化間の衝突とか、クライメーチェンジですとか、こういう問題に我々は立ち向かっていいナレッジプロパゲーションを実現しなければいけない。こういうことだと思います。 えー、彼がまとめている12のエンバーラメンタル・イッシュがありまして、これもあの時間、今度また別の機会にぜひ皆さんとお話したいと思います。これあの、さらにですね、このインターディスプリナリティによって発見された人類の起源、いわゆるホモ・サピエンスがアフリカから誕生したということをこの現在これ発見されて、す、え、で、ー、に1987年ですから、えー、と30年。 以上経つんですけれども、まあ、約20万年前にこのアフリカの地でホモ・サピエンスのオリジンがあ生まれたと言われています。まあ、この発見はこのデータマイニングとミトコンドリア DNA の,あのいわゆる分散ですね、拡散の状況によるデータ分析によってもたらされた結果で、このような我々ホモ・サピエンスがこのように世界にあの伝播。 拡散していいったっていうことが発見できるようになりました。まあ、こういう研究も非常に面白いなと思います。これも時空間的ですよね。時空間とミトコンドリアっていう、まあ、こういう分野を超えてあの研究が行われてこの事実が分かりまして。まあ、これあのジャル・ダイヤモンドの本でぜひあの読んでみていただきたいと思います。これは我々が30年間にわたりましてフィンランド、ヨーロッパのチームと一緒に この出版してきましたインフォメーションモデリングアンナレージベースです。これにあの我々の研究の内容なんかも書いてありますのでご参考にしていただければと思います。えー、最後に、これ今日の最後のスライドですけれどもサイバーフィジカルシステム、今日お話し,しました。まあ、環境、こういうあの新しいシステム環境におけるです、ね、異分野統合データベースを対象として新たな応用の可能性についてぜひ皆さんに考えていただきたい。 一緒に考えましょうっていう感じなんですけども、自然環境分野の課題の中から対象を絞り、例を挙げてデータベース空間を具体的に設計図示しまして、まあ、そのアクチュエーターとして実際に自然環境への貢献の方法について構想を一緒に考えましょうっていう、これ、私からの提案です。これ、オープンクエスチョンも後でまた詳しくお話したいと思います。 どうもありがとうございました。以上でございます。